はい、こんにちは。動画をいつもご覧いただきましてありがとうございます。いやー、暑い時期が終わろうとしましたよね。本当も入りましたよね。まあ、これから秋に向けてドライブにものすごくね、いい時期になってくると思うんですよ。そのドライブの前にちょっとだけ、トランザムをね、見ながらアメ車っていいなとかね、ナイト2000っていいなっていう風に皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思っております。これがね、私の今所有しているナイト2000の内装なんですけども、エリア101さんのね、デモカーをいただきました。で、これがリアビュー、かっこいいですよね。やっぱりね、こんなにね、不洗練されたボディってのはなかなかね、ないんじゃないかなと思いますけども、すごいですね。はい、それでは車の方を説明していきますね。これがフロントから見てるところなんですけども、ここにね、もう最初から特徴的なものがあるんですよ。どこだかお気づきですかね。他のナイト2000と違うところがここなんですよ。これはね、フォグランプが2つのバージョンですよね。で、私のはフォグランプがこの3つのバージョンなんですよね。しかもフォグランプを遮るように3つのね、バーが入ってるんですよ。矢印が3つ入ってるじゃないですか。あれでフォグランプが間接的に見えるようにちょっと演出されてるんですよね。ここですよね。違うでしょ。2つとバーと、2つとバーと3つとバーと、こんな感じでございます。それからもう1つ、ここにですね、カバーがついているんですよ。ウインカーが見えなくなってるんですよね。これ分かりますかね。私の車と比較すると分かりやすいです。ちょっと画面を切り替えてみますね。はい、こんな感じです。穴が開いてるような感じですよね。これはね、なかなかないタイプではないかなと思います。ウインカーがもろ見えになっている状態です。では次はですね、ホイールの方を見てみましょうか。これですね、ボーリングホイールっていうのかどうか、ボーリングの玉みたいなのがついてるじゃないですか。これもこのタイプのトランザム特有のものですね。渋い。で、これがね、黒が引き立つダクトです。これ運転席側の方なんですけども、だから左側ですかね。ダクトがついてるところがなかなかね、目立たないんだけど、かっこいいんですよね。はい、これはドアノブのところですけども、ほら、テレビのドラマみたいに LED が仕込まれてますよね。これ開けるときにね、ピリピリピリって、光るんですよね。かっこいいんだよ、これが。これがね、これエンジンのところですね。ガソリン入れる給油口です。これは、実はね、手で開くんですよね。指を入れるところがあるでしょう。で、開けた中がキーで回すようになってます。実はトランザムって、このね、キーが3種類あるんですよ。エンジンのキーとドアのキーと、このガソリン給油口のキーですよね。だからこれね、キーなしではね、開かないんですよ。もう空回りして全然開かないということになって、ちょっとね、ガソリンスタンドの人でもキー渡しても開けれないかもしれません。はい、これがね、フェンダーミラー、バックミラーになりますけども、ちっちゃいでしょう。はっきり言ってね、すごく見にくいです。だから相当安全運転に気を使います。車間距離もむちゃくちゃ開けます。ボンネットの上の、これは空気取り入れダクトですかね。これがね、このタイプは左右非対称になってるんですよ。まあ、上から見ると、こんな感じになっていて、非対称であるのがよくわかるんですけども、運転席側に盛り上がっているんですよね。これがね、実はね、運転するときにかなりね、役に立つんですよ。その、理由はまた説明します。はい、ボンネットに、空気取り入れダクトがついてるのがね、これトランザムの特徴ですよね。これもファイアバードですよ。で、別のタイプのファイヤーバードもやっぱり空気取り入れっていうかね、こういうのがついてるんですよ。あれなんて呼ぶんですかね。私車本当わからないんで、今から一つずつ覚えていきます。あと詳しいことはね、ちょっとね、ジミーさんに聞いてください。すいません、私よくわかりません。はい、で、これがね、またトランザムなんですけども、ほら、これまあちょっとミニチュアのプラモデルかと思いますけども、やっぱりダクトが横についていて、上の方にもあるでしょ。これがかっこいいですよね、やっぱりね。で、これ何をお見せしてるかっていうと、今はこれティーバールーフなんですよね。私このティーバールーフも結構魅力的で大好きなんですよ。このティーバールーフも、はい、こんな感じでトランザムの特徴ですよ。やっぱりね、日本で言ったらフェアリディ Z に、採用されてましたけども、ほとんど見ませんよね。ティーバールーフって珍しいんですよ。はい、これリアビューです。ブラックアウトしていて、ブレーキとかね、ウインカーとか普段は何も見えないようになってますよね。これもなかなかかっこいいんですよね。はい、これはね、エンジンの2つなんか細長いのが出てるでしょ。エンジン噴射口が2つありますよってことです。これもエリア101さんオリジナルです。で、あとはブラックアウトしたリアビューにウィングがついてるのがね、このトランザムのやっぱりまた魅力的なところかなと思いますよね。黒で、ほんとかっこいいですよね。以上です。はい、実はこの内装はですね、私のではなくて、静岡のマイケルナイトさんのをちょっとね、動画撮影していただいたのをここに勝手にくっつけてます。だから怒られるかもしれませんけど、でもかっこいいですよね。私はナイト2000の前期のタイプなんですけども、こちらはね、内装が後期のタイプで、私のはどっちかっていうと日本国内では珍しいらしいんですよね。海外では前期型が主流らしいんですけども、どっちもやっぱそれぞれの良さがあって、私の場合はね、やっぱり衝撃的な
前期のタイプが好きなんで、大満足でございます。これからもね大切に乗っていきたいと思います。それでは次回は内装をやっていきましょう。ありがとうございました。